ビデオダイアリー May the 4th, 2021 by Hiroshi h a y a s h i h a m a m e t City Japan ビデオ日誌2021年5月4日林博士です。おはようございます。今日もボイスレコーダーを使ってビデオダイアリーを発行します。え通常のマイク とは少し勝手様子が違いますバリバリとした音声になりますがどうかお許しくださいで今日もまた教育論ということになりますが教育論というよりはですねえつまりは自分探し論ということになります全体として見渡すとですね 幼児教育というのは、つまるところ、母親教育ということになるわけです。それも当初から私は感じました。つまり、幼児の世界に見る幼児というのはですね、母親教育の結果でしかないわけですよね。そして、4、5歳までに、その子供というよりも、人間の人格の格、この格という字は、 気変の核を使いますけれども、人格の核ができるわけです。そしてその後はですね、4.5歳から5歳、中間反抗期を経る頃にはですね、いよいよその後少年少女期へと移行していくわけですけれども、その中間反抗期の間でますか、その間にできた人格の核というのは、その後、一生続きます。ですから昔から、 三つ子の魂100までなんてね、言いましたけども、人格の核というのはですね、一度その時までできると、もう変えることはできないと言いますか、変えるという前提での教育は不可能と言いますか、もうしないということになるわけですよね。ですから、まあそれまでに、まあその子供がどういう家庭環境の中でどのように、まあ作られていったかということがですね、裏を返していると、 とても大切な時期ということになるわけです。つまり0歳から4.5歳までがですね。まあ、つまりはその人が、その子供がどうなるかという基盤を作る、つまりは極めて重要な年月、年月になるわけですよね。はい。で、その時のことなんですけども、まあことと言いますかね、私はまあ4歳からお子さんをってますかね、教えさせていただいてきましたけども、つまりは、 その4.5歳前後ですね。年中時ぐらいですと、まだね、その子供の核っていうのはいじれるわけです。この子どうもね、引っ込みんだなぁと思ったら、どん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 発言させて褒めて、はつらつとさせるといった、などというような教育的な技術がまだ使えるわけですよね。しかし、5歳過ぎますと、それが定着し、その子供の、つまりは、簡単に言えば、性格になっていくということです。 ですから、まあ、4.4歳から5,6歳までというのはですね、あくまでもそれまでの家庭環境の結果でしかないわけですよね。もっと言うと、母親教育の、まあ、母親がね、どうあったかということの決算的な時期になるわけですよね。ですから、先ほど言いましたように、幼児教育というのはですね、総じてみると、 母親教育であるということになるわけですよね。ですから、幼児を指導しながら、幼児のことを言いながら、その向こうに母親の教育姿勢というものを探りながら、そしてそれに、まあ、良きアドバイスをしていくっていうのがですね、幼児教育の基本的な姿ということになるわけです。例えば、あの、行動成長期からですね、まあその、1980年頃になってきますと、要するに、例えばね、 私の教室に来る母親たちは特にそうだったんですけども、いわゆる大学出た方がどん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 割合として多くなっていたわけですよね。つまり母親の高学歴っていうのが進んできたわけです。と同時に奇妙な現象が起き始めたんですよね。つまり幼稚園の先生の話を聞かない、指導を受けないってことになってくるわけですよね。まあ私の方が 学歴が高いんだなんてね、そんなふうに、まあ、思わる、思う母親がどん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 増えてきて、要するに、母親自身がですね、学歴を傘に来てですね、先生の指導に従わなくなってきたということです。まあ、その頃はね、まだ短期大学でですね、まあ、その資格を取ることができるというような時代だったわけですね。それ以前は通信教育で、まあ、高卒の方でもですね、いわゆる幼稚園教諭の免許を 手にすることができたたという時代だったんですねですから、お母さんたちの方での力が強くなると同時に、子供のことは私が一番よく知ってるんだなんてね、まあその、考えるようになったわけですね。ですから、まあ、ちょっと話それますけども、初めて幼児をです、ね、幼稚園へ連れてきたようなお母さんっていうのは、まあ、中にはですね、ツン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 ,ツンと引っ張ってましたね、はい、そして幼稚園の先生がおはようございますなんてね、頭を下げても。 私はお客様なのよってな感じでね、ふんってううな感じで挨拶してましたね。ところがですね、そういう母親でもですね、2年3年とですね、まあ、はっきり言えば自分の子供の敵の悪さを思い知らされるたびにですね、そして幼稚園の先生の世話になるたびにですね、だん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 まあ、腰が低くなってですね、そしてまあ、幼稚園を卒園する頃にはですね、母親の方からふかふかと幼稚園の先生にね、 頭をしっかりと下げて、ありがとうございました。というように変化していくわけです。つまり、女性というのは、子供を産むことによって、母親になることはできますが、しかし、子供を育てる過程の中でね、つまずき、失敗し、袋小路に入って悩み、苦しみ、さあどうするんだということを知りつつ、だん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 、まあ、人間としての母親になっていくということなんですね。まあ、それはそれとして、要するに、 母親教育ということになってくるわけです。で、簡単に言えばですね、過保護、過干渉、溺愛ですね、そしてもう一つ、過干渉。この四つが、まあ、子供を包む環境の中で、あるべからざるべからざる環境ということになるわけです。その中で、子供というのは作られていくわけですよね。で、一つ、まあ、これは、あの、 幼児教育の定義といいますか、基本的な要項ではありませんが、しかし、幼児教育の世界ではですね、あれはあこれは一般論としても正しいと思いますけれども、性質と性格は分けて考えます。性質というのは、持って生まれた、つまりはその子自身の質ということになるわけですよね。それは性質というのがあるわけです。英語でも、nature、nature とかね、quality。 いいう,ような言葉を使いますその子供のネイチャークオリティですね。つまり、気質的な素質ということになるわけですよね。つまり、遺伝子レベルで子供に刻み込まれた性質というのがあるわけです。それは、まあ、ネイチャークオリティというわけですね。ねしかし、生まれて、そして、まあ、親に育てられてという環境の中で子供の性格というのは使われていくわけです。つまり、性質と 性格っていうのは分けるわけです。で、性格っていうのは何かと言いますと、英語ではキャラクターとかね。で、最近ではパーソナリティ、パーソナリティという言葉を使います。まあ、ともかくも、まあ、これはあの基本的に、まあ、その定義された言葉じゃないわけですね。というのは、その区別が、まあ、定義できないわけですから、あくまでも概念的な、あるいは関連的な、つまりは定義ということになるわけですけども、要するに、その子が持って生まれた、 性質と、そして性格というのは、一応曖昧な線境界線を引くわけですけども、分けて考えるということですね。例えば、性質というのはですね、例えばその子供にですね、何らかの、まあも、いわゆる性質的な問題があるというケースですよね。まあ、それは、まあ、いろいろあるわけです。はい。まあ、それはね、この、 こうしたその場で、私のようなね、人間が公言するような言葉ではありませんので、まあ、使いませんけれども、ね、私たちはそうしたその問題のあるお子さんを、まあ、知っても、見ても、あるいはあいわゆるまあ教育を頼まれても、ですね診断、診断名、医学的な診断名というのは使えないわけです。そこはどうか勘弁してくださいね。しかし、ひょっとしたらひょっとして、まあね、そのいわゆる病院のね、 小児科の先生たちよりは10年、20年、30年と経験を多く積んでいるわけですから、見た瞬間にもうそれがパッとわかるわけですよね。どういうその、まあ、問題があるかということですよね。それはわかるわけです。それはあの、いわゆるまな経験ということになるわけですけどもね。しかし、まあ、そうした問題があってもですよ。 教育の世界では、それを、そこを原点としてスタートするわけです。過去をほじくり返したりね、この子は性質という部分において、こうこうこういう問題がありますっていうようなことは言ってはならないわけです。タブーなんですよね。いわんや、診断名を口にしてですね、お子さんを指導するということはありえないわけです。診断名を下した途端に、も、ま、う、あ、これ大変な問題になりますからね。ですから、例えば、まあ、いろんな、その、性質的な、 問題があるわけです例えば全くね場,場,面が場面が変わると全く喋らなくなってしまうこともいますしいくら先生が注意してもですねちょろ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 動き回ってギャ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 さんもう行動が素晴らしこい子供とかいろいろあるわけですよねまあ、例えばその中でも例えばねあるまあ、タイプのお子さんはですね 絶対に失敗を認めないっていわけですね。で、先生が何かを失敗をですね、まあ、指摘すると混乱状態になるとかね、まあそういうようないろんなその、まあ、性質的な問題っていうのがあるわけです。それはある意味で生まれながらにしてもって生まれたその子供の気質的な性質ということになるわけですよね。しかし、それでもなんとかね、その、その今ある、その、そこにいる子供をですね、まあそこの原点にして どう指導していくかということを考えていくのが教育ですからね。過去をほじくり返さないわけです。で、もう一つは性格というのがあるわけですね。この性格というのはですね、後天的に、つまり生まれ出て,てからですね、家庭環境の中で作られていくその子供らしさということになってくるわけですけども、こんなことがあったんですよね。あるお兄ちゃんと弟の関係なんですけども、 お兄ちゃんはですね、大変静かで穏やかで、なんて言いますか、控えめで、なんて言いますか、先生の言うことをはい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 と聞く、従順なタイプなんですよ。で、その後、一緒にね、弟も私の教室に来るようになったんですけども、この子供がですね、見た目には全く正反対なんです。いわゆる自己主張は激しいし、先生の言うことは聞かないし、なんて言いますかね、もうわがままでどうしようもない、手がつけられないというタイプなんですよね。 静かな会話ができないんですよ。で、私はですね、そのお兄ちゃんと弟がどうして書くまで正反対の、まあ、性格になったかということを大変興味持ちましてね。で、私の、まあ、今住んでる近くの方だったということもありまして、で、時々お母さんと行き合うこともあったりしてですね、そしてまあ、話を聞いて、まあ、自分なりに結論を出したんですけども、要するにそのお母さんがですね、いわゆる、 過干渉ママなんですよね。干渉の度合いがすごすぎるわけです。もう親がその全面に出てきて子供にああしろこうしろああしろこうしろというふうに親像をですね、親が持っている子供の像をですね、それを押し付けてくるわけです。そうするとそれが激しいわけですよね。で、それでわかったわけです。お兄ちゃんの方はその激しい過干渉に負けてしまったんですね。 長男であったということもありましたけれども、要するにその中に閉じ込められてしまったわけです。ちょっと話変わりますけれども、親が学歴が高くてですね、いわゆる親、親がですね、先生の言うことを聞かなくなって、マンツーマンの子育てをするようになったわけですよね。それ以前は、核家族という言葉があったんですけれども、それ以後、今から1990年頃ですよね、カプセル家族という言葉が、 ま最初に言い出したのは私なんですけども、カプセル家族という言葉が一般に流フするようになりました。要するに、硬い殻でね、親子関係を、まあ、覆ってしまうわけです。風通しがもっと。 全くは悪くなってしまうわけですよね。で、核家族っていうのは、それ以前ね、一般的に言われましたけども、その家族だけで、お父さん、お母さん、我々はおじちゃん、おばあちゃんを含めて、まあ、孤立した状態で子供を育てていくっていうのは核家族の原型なんですけども、そのカプセル家族になりますとね、要するに、他の人の話を全く聞かなくなるんですよね。 効かなくなるんですよ。そして、何て言いますか、カプセルに閉じこもったかのようにして、親、子、マンツーマンの指導が始まるわけです。このカプセル家族になりますとね、いわゆる過関症、過保護、溺愛、そして過関心がですね、極端化するんですよ。もう極端に過関心になったり、極端に溺愛したりね、過保護になったり、あるいは過関心になったりするわけですけどもね。 まあ要するにそ、そのの頃のことなんですけども、お母さんがカプセル化しましてね、そしてその小さな世界で、他の人たちの話、交流、ね、全くない状態で、我流の子育てをしてしまったわけですね。で、お兄ちゃんのはまは、まあ、そのお母さんの極端な過敢思疹。 過干渉ですね。過干渉にやり込められてしまったタイプってことになるわけです。そしてお母さんがお兄ちゃんにかまけている間にですね、弟がその間に生まれた。そして弟は今度はそのお母さんの過干渉に対して、過に対してね、なんだこうるせえ、バカーってな感じで、もう常にやり返してきたわけです。赤ちゃんの時からね。ですから子供、弟の方はもう、まあ見た感じ、たくましく、まあ乱暴でかっぱって、 とというこになってくるわけです共通点がないわけじゃないんです。共に、いわゆる常識外れな子供になる、なりやすいわけですね。まかんしの子供というのはだいたい常識外れになりやすいです。自分で静かに考えて判断して行動するということはできませんから、お兄ちゃんお兄ちゃんでお母さんにガン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 って叩かれるものですから、 まそれににふさわしいい、まあ、子供になっていく弟は弟でまたお母さんがガン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 言うんですけどもそれに対してなんだなんだこのヨーロッパ野郎バカ野郎って感じで反発して育っていくわけですよね。ですから共に自分で考えて行動するという静かな家庭環境になかったという意味でね、つまりは常識外れな人間になりやすいということですね。それこそね、えー、例えばね、隣の子、 あ例えばね、A 子さんが B 子さんをいじめてる。あなたは A 子さんに何て言いますかっていうような質問しますよね。そうすると、ま、その常識外れの子供ってどう答えるかというとですね、そんな A 子なんてぶっ殺してやれ、ぶった,たいてやばいいんだ。少ないスコップをぶった,たいてやれよ、先生。って言いながら、方をするわけですよね。お兄ちゃんはおっぴらにはお声に出しませんけども、やっぱり同じように常識外れな行動。 まあ言動が多くなるわけですけどもね。まあそういう形で、過干渉っていうのは、まあ要するにそういう子供を作るわけですけども、まあともかくも話を戻しますとね、つまりは、本来のネイチャー、クオリティは同じであったんだけれども、その後の、いわゆる家庭環境の中で、お兄ちゃんの方はキャラクターとして、あるいはパーソナリティとして、まあそのような子供になったと。そして弟の方はキャラクター、あるいはパーソナリティとして、そのような子供になったということです。つまり、 性格というのは、後天的に作られるということなんですよね。で、つまりは、そうした子どもたちに接するたびにですね、必要なことは、子どもをどうかしよう、どうしようと言っても、これ不可能なんですよ。お母さんが介在してますから。 ですから、いくら、その、私の教室、幼稚園で指導してもですね、家へ帰ったら、元の木網っていうことになるわけですね。ですから、どうしても、そこにお母さん指導っていうのが入ってくるわけです。それが、お母さん教育っていうことになってくるわけですね。それ私ね、あの、幼稚園教育入ってから1年くらいでそれに気がついてね、すかさず母親教室を開くようになったんですよ。あの、毎週土曜日にね、午後に集まってもらって、母親教室っていうのをやったわけですけどもね。 まあ、要するに、お母さんを指導しなければ、なんともいかん、なんとも、その子供のね、教育ができないという状況に追い込まれていったわけですよね。ですから、まあ、私の教師っていうのは、終わるまで、退職するまで、お母さん教育、つまり、お母さんたちに解放しましてね、全参加授業を貫きました。毎回、2、3人、多い時は5、6人のお母さんたちに見てもらいながら、その都度、 まあ、玄がいてますかね。いろんな指導を通して、お子さん、お母さん指導を、それとなくしてきたわけですよ。大っぴらにするわけにはいきませんからね。ですから、お母さんってな感じでね、呼び止めて、ここのとこちょっと注意した方がいいんじゃないですかね、なんて感じでね。まあ、わかっててもね、まあ、その、ぐっと押し込めて、まあ、そういう指導をしてきたということですね。ですから、私は、幼児教育というのは、母親教育であるっていうふうに、読んでます。ですから、ね、同時にね、私はね、 その二つの面が出てきましたね。一つは、母親といった途端に、その女性から女性が消えましたね。それはもう散々いじめられたという経験もありましてね。母親という言葉にトラウマがありますからね。母親という言葉を使った瞬間に、もうその女性から女、女性という意識が、ふーっと消えていくんですね。今でもそうです。 全くなくなるんですよ。その、まあね、女性、男というのはだいたいスケベですから、その女を女性というものに対して、それなりのね、性的な、まあ、誘というものを感じるわけですけども、私の場合は全く感じなくなってしまいましたね。無性ですからね、母親がね。まあ、要するにそういうふうになってしまったわけですけども、それが第一ですよね。二つ目にはですね、その女性というものがですね、極めて客観的に、 よく分かるんですね。これは分かるんであって分かるんですよね。子供よりも母親を見た瞬間に、このお母さんはこういう性格で、こういう嫌なところがあって、こういういいところがあってって、ということは全部手に取るように分かるわけです。それは私の特技ですね。パッ今でもそうですね、あの時々ね、電車なんか乗ったりして、前にね、そ,のそれらしい女性が座ったりしているとですね、この人はどういう性格で、どういう考え方して、どういうふうに考え、ね、行動してるかということは、ざざざざざざっと分かるんですね、私ね。 まあこれは私の特技ということになるわけですけども、その2つなんですよ。まあ、要するにお母さんというのはそういう存在であったということなんですよね。で、ここからが今日の本番的な話になりますけれども、同時にですね、養子教育というのは、つまりね、自分探しなんですよ。まあね、人間というのは自分勝手なところがありますから。 自分の良い面しか見ませんし、悪い思い出は見ないし、悪い、悪い部分は見ないし、良い、悪い思い出ってのは忘れるし、自分が起きた行為の中でね、良い思い出だけを残していくって、まあ自分勝手のところがあるんですね。ですから今私が自分はどんな人間かと言ってもですね、簡単にはわからないんですよ。しかし、まあ子供を教育している中でね、つまりは自分探しっていうものをするわけです。それはマイナーな部分かもしれませんけども、まあ、 一年に、あれは二三年に一人ぐらいね。まあ、いますね。その、濃度の問題もありますけども、要するに、自分そっくりの人間、自分が子供時代こうだったな、ということを、彷彿とさせるね。つまりそれをありありと分からせてくれるような子供っていうのがですね、ポンポンと出てくるんですね。あれは面白い経験でしてね。あれ こいつ僕の子供時代ってそっくりじゃんって感じでね、言うことなすこと考え方、いろいろあるんですよ。ね、私の悪い面も含めてね、いい面もありますよ。悪い面も、私はあんまり見たくないような、蓋をしたくなるような、ね、人には知られたくないような悪い面もいっぱいあるんですよね。皆さんもあると思いますけども、皆さん自身もね、そういう面は見ないようにしてますからね、できるだけそうやなきゃ自分がいい子だった、素晴らしい子だったと思う大人は多いですけども、自分が悪い子供だったね、ひどい子供だったと思う、 人は少ないんですよね。それは今も言いましたように、自分にとって都合のいい部分だけを、まあ、覚えるというようなことから、まあ、スタートするわけですけどもね。しかし、私の場合はそれをね、目の当たりに見せつけられるっていうことが、ポッ、ポッと起きるわけですよね。しかし、私自身は、愛おしいんですよね。ですから、そういう子がですね、幼稚園の先生たちにね、問題児だ、どうしようもないことは手がつけられない、どうしよう、なんて言われますとね、 自分のこと言われてるみたいでね <laughs>、えーいや。私はいい、いい子だと思いますけどもね。この子は素晴らしい子になりますからね。可能性もありますよ。私はこういう子大好きですよ。っていうような言い方してね。かばうわけですけどもね。それで、お母さんも、もう、どうしたらいいかわかりません。先生、手がつけられないし、やんちゃでも、自分勝手でね、自分の思う通りにならないと、感触放射を起こし、もう、どうしたらいいでしょうっていうおっしゃいますと、あ、私そっくりだった。っていう感じでね、思うわけですよね。と同時に、 お母さんがね、問題児です、問題児って嘆けば嘆くほど、いやいや、それはないですよ。そんなことないです。この子はね、面白い子になりますよ。ねえ、ひょうきんで笑わせ、人笑わせ上手でね、頭の考え方も柔軟でね、そして臨機応変に対処できて、そして、まあ、あちこちに死亡発報にね、その職種が伸びてますから、好奇心も旺盛でしょうし、それにこういう子供はひょっとしたら、思春期になるとドスケペになるかもしれませんけれども、それはそれとして、まあ、その時期をうまく乗り切れば、ね、いい。 人間になりますよ、なんてね。自分のことそのまま照らし合わせながら喋ることができるわけですよね。はい。はい。なんてね、自分のこと話してしまいましたけども。そうなんですよね。まあ、要するに、その中から自分というものを見つけていくということになるわけですよね。それが、まあ、自分探しへと繋がっていくわけです。ですから、まあ、そういう子供に出会うと、嬉しいですね。楽しいですね。そして私ね、自分でこんなこと言うと、 ちょっと自慢たらしく聞こえるんですけども、私、中学3年生の時に、2年生の時に、1学年550人いたんですけどもね、成績では2番になったこと、こと一度もないんですよ。はい。で、3年の終わりには、オール10を達成しました。10というのはですね、学年で1科目につき2人しかつかなかったんですけどもね、オール10を達成しました。はい。まあ、その成績を学生希望として残ってますけどもね。 まあそういう人間だったんですよ、しかし、同時に、そっち言いますね、孤独でしたね。というのは、まあ、つまりは、うまく人と合わせられないんですよね、まあ、はっきり言えば、どうしてみんなこんな簡単,も簡単な問題できないんだろうというな感じで、まあ、つまりね、その中で自分だけがどこか、ね、のけ者になっていきますから。 わざとね、わざと、本当にわざとです。まあそういったら失礼かもしれませんけどね、バカなふりをしながら、そして、まあなんて言いますかね、うまく付き付けをしていかなければならないというような部分で、自分を押し曲げ、へし曲げね、そして、まあ孤立し、というような形で、自分という人間は、やっぱりどこか孤独だったですね、寂しかったですよ。 で、そういうこともありますからね、逆に、まあ、なんなこと言いますとね、これ自慢じゃないんですよ。私もこ、そんな年齢じゃありませんから、ありのまま話しますとね。要するに、そういう子供っていうのはいるわけですよ。例えば、時々ね、算数なら算数だけはもう、小学生なのに中学校の問題がスラスラできちゃう。中学生なのに高校のね、いわゆる参考書を読んでもペラ、スラ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 と理解していくっていう子供がいるわけですけどもね、そうしますと、そういう子供っていうのは、学校の先生に白い目で見られるんですよね。生意気で。 どうしようもなくて、指導に従わなくて、授業中はあくびして寝てるだけ。しかし、テストやらせると、いつも100点満点取るってううな感じで、とにかく先生に嫌われるんですよ。今、今、まあまあ、今少なくなりましたけども、今から2、30年前には、いわゆる、いわゆるそのタイプの子供っていうのは、先生に嫌われるんですね。で、その、そういう子供をかばうのも、やっぱり私の役目だったし、私の教室では、そういう子供ほどね、丁寧にいてますかね。まあ、 気持ちがよくわかるから、あんたはもう存分んん勉強しないよ。そんなこと気にしなくていいから、高校の参考書をこれやってみないよ。今でもね、小学校6年生の子供だったんですけども、中学3年生のね、問題をスラ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 解いていくもんですから、学校の先生に切られるとか教えにくいとかいろいろ言われることを全然気にすることないから、あんたはあなたで中三の勉強すればいいんですよという形で、中学3年生の子と一緒に数学を教えてましたけどもね。 教えていますけどもね。まあ、要するにそういうことそういうことなんですよ。そういうその孤独感っていうのも逆にわかるようになるわけですね。そういう形を、それを通して、結局は自分探しということをするわけですね。つまり、幼児教育の良い,いところ、そして私のような自由教育の良いところはですね、結局はまあ同時に母親教育であるとかいろんなことありますけども、同時に自分探しという意味においては自分の姿っていうのが 手に取るようにわかるということですね。それはある意味でとっても素晴らしいって言いますかね。広い世界を自分の中に見ることができるという意味でね、とっても私は素晴らしいことだと思います。で、今日の最後の結論的な話になりますけれども、結局人はですね、この世に生まれて、そして育ち、性質と性格を持って生まれて、そして私もね、 必ずしも好ましい、望ましい環境の中で、親の愛を満足に受けて育った子供ではありません。父親はね、戦地から帰ってきて、まあ、バリバリの天皇陛下、思想の、まあ、人間だったわけですよね。その父が貫通重装二発受けましてね、そして昭尉軍人として帰ってきて、そして敗戦。 を迎えるわけですよね。そして、すべての価値観をすべてひっくり返されるわけです。それまで自分が信じてきたものがすべて間違っていたんだってのことで、まあ、戦後の民主教育が始まってしまったわけですね。ですから、あの父がですね、一度も私を怒鳴ったことのない、おとなしい学者肌の父だったんですけども、一度だけ私のほっぺたを殴りましてね、そしてっていう事件がありました。 それは、あの、その時の先生がですね、小学3年生の時のナス先生という方だったもんですから、その後ね、その話になってね、たびたび、まあ、思い出しましたので、私が小学3年生の時のことだったんですね。ある日のことだったんですけども、私がですね、まあ、お父、父がお父ちゃんの前でね、こう言ったんですよ。父ちゃん、日本の天皇はね、っていうようなことを言ったと思います。日本の天皇はね、って言っちゃったんですね。 そうしましたら、あの父がですね、学者肌で、大人しくて静かだって、本当に静かな、酒を飲むとかありましたけどもね、その父がですね、陛下とゲー,ー,ーパシーンと私を殴りましたね。陛下とゲー,ー,ーパシーンと。そしてその足で、小学校へ、職員室へ乗り込んできましたね、あの父が。その時の話を、その那須先生がね、後になって、私に話してくださいました。 はい。その娘さんがね、私と同級生で、高校の時にずっと私と同じクラスだったもんですからね。それでまあ余計そういう話を聞いたわけですけども、その那須先生の話によるとですね、私の父がですね、その直後に、小学校の職員室で怒鳴り込んできましてね、貴様ら俺の息子に何を教えとるか貴様ら俺の息子に 何を教えとるかーって。そう言って叫んだって言うんですよね。まあそれがあの、コの民主教育だったわけですけどもね。話が大幅に、あの、脱線しましたけども、それが私の今の性格ってことになっているだろうと思いますね。ということで、まあ今日はですね、自分探しということで、結局は私たちは長い年月をかけて、10年、20年、30年、 40年、そして50年という年月をかけて、私とは何なのか、私はどこから来たのか、どうして私が今の私なのかという、まあ、自分探しをするわけです。人を恨んだり嫌ったり憎んだり怒ったりすることもあるでしょう。自分という人間がなぜこんな人間になったんだということを、また悩んだり苦しんだりね。まあ、その過程の中で、親父がこうしたからだ、母親がこうしたからだ、社会がこうしたからだという形で、 責任を転嫁して、そして自分探しをすることもあるでしょうが。がしかし、どこまで行っても、私は私なんですね、皆さん。誰も私に変わってはくれないということです。そして、私とは何だっていうことを追求しながら、人生をやがて終えていくわけですけども、その過程の中で、自分というものを見出すということになってくるわけです。そしてそこにあるのが、 私ということになるわけですね。長い旅の、旅になります。若い人にとってみれば、20代、30代の人にして,みればしてみればですね、これから何十年もかけて自分探しをし、そしてやがて自分を発見するわけですよね。あるいは発見できないまま、まあ、この世を去っていく人も大半だろうと思いますね。しかし、多くの人は10年、20年、30年という年月をかけて、私探しをするわけです。 そしてその向こうに、その向こうに、つまりは人間とは何かってことを知るようになるわけですね。はい。ということでえ、今日はですね、幼児教育の話からですね、性格、性質、性質、性格の話から、母親教育の話から、そして私は幼児教育をしながら、あるいは小学生の子供たちを教えながら、自分探し、 ということをテーマにして話してみました。自分探しというのはですね、簡単なことのようでできませんね。ですからあのシェイクスピアはこう言いました。自分の子を知る親は賢い親である。ね。自分の子を知る親は賢い親である。つまり親というのは自分の子供のことは何でも知ってる。自分の子供のこと一番よく知っているのは私だ。 自分の子供のことは全て知り尽くしていると思う親ほど、結局は自分の子供のことが何にも分かっちゃいないんですよね。それは教育の基本です。はい。過干渉に過干渉を重ねながら、自分が過渉をしているということを気がつかない。その結果として子供がそうなっていることに気がつかないわけですよね。ですから、シェイクシバが言うように、自分の子供のことをよく知っている親は、 賢い親であるという言葉を残しました。が、林博士はもう一歩話を進めます。自分のことをよく知っている人は賢い人である。ね。自分のことは何でも自分がよく知っていると思っている人ほど自分のことを知らないにものだとだってことですよね。が、しかし、自分のことをよく知っている人は賢い人である。 ある。ということなんですね。まあ、この、どこかにね、私が今日話した話を心に留めて、ね、これから長い年月をかけて、どうか皆さんも自分探しをし,してみてください。自分のことっていうのは、何にも、結局は知らないということですね。で、そしてそれが分かれば、まあ私もまだ分かったわけじゃありませんけども、その先で人間とは何かということが分かってくるということに、 なるのではないでしょうか。ということで、今日のビデオ代理これで終わります。バイつまり太陽系の奥深くにある第10番目の惑星です。では、なぜシュメール人たちはその惑星のことを知っていたのでしょうか答えは言うまでもなく、シュメール人たちを指導していた神々は、つまりは地球外からやってきたエイリアンだったからです。 わかりきったことです。が、この程度のことは、すでにゼカリアシッチンなどによって証明されています。で、この動画の中では、さらにそのゼカリアシッチンの説を裏付けると同時に、深い視点から、ニビルについての謎に迫ってみたいと思います。広し林浜ハママシティジャパン。では。